さオンボルドに戻りまして、結構オペレーション、まあ、ミッキーと会うことになるんだろうな。なんでこんなバトルの曲なの？そう、バトル生ちゃった。眠気覚ましの薬草茶も用意したぞ。なんだそれ、まずそうだな。ゴーストカメラもスマホのボイスメモも準備万端だ。だいぶ準備万端だな。さあいつでも来いミッキー。仲良し。そう気合い入れてくるもんでもないでしょう。初日はマブが担当なんだな。ありがとうマブ。監督生がオンボロ寮で暮らし始めてからミッキーが現れたのって5、6回なんだろ。あれ一章の時って来たっけ。来ても影とかだったよね。3章4章あたりで多分。確か文化祭の後と嘆きの島から帰ってきた後に会えたんだよな。全体像はね。それまでは一応影だったよ。大体月 1、2回ってところか。まあそっか、それぐらいか。長期戦の可能性高いし、ゆるく行こうぜ。まず俺たちはこの学年末テストに向けた問題集解かないといけねえし。懐かしいな、学年末テストとかも。学年末か。なんだその分厚い問題集。外泊許可をもらうためにオンボロ寮で勉強会をするとローズハート寮長に言ったんだ。うん。そうしたらもらったのそれ。いい心がけだね。これを持っていくといい。勉強会の後に採点してあげよう。お前ほんとモノマネうまいな、毎回思うけど。てっさ、うん、まあいいじゃん。ちなみに監督生とグリムの分もあるから。おいいじゃん、そんな持ってきてくれんだったらね、もう勉強しやすいし。けーいらねえんだぞ。サボったら首をはねられるぞ。お前は新研究したくないんか。すっげえ悪い顔すんなこいつら。巻き添いにしてやろうっていう顔。俺様ハーツラビル寮生じゃねえし。お茶会行ってんだろ。遠慮すんなって。ちなみにこっちにある3冊はジャックとエペルとオルトの分ね。いや仕事量すごいなリドル、さすがだな。逃げ場がねえんだぞ。学年末ってことはサマーホリデーの前の学年末試験は。あそうだよね、進級がかかった重要な試験だ。6月ぐらいってことかな今じゃ。今から真面目に勉強しておかないと本当に留年するぞ。進級か、クラス替えもあるよね。前向きだな下の文章。進級か。もし子分が進級前に元の世界に帰っちまったら。はい、あその話する。俺様一人でこの学校に残れるのか。うわ不安だね。でもちょっと心苦しくなるわ、そんなグリムからそんなこと言われたら。もうお前学園長もそこまで薄情じゃないだろうと言いたいところだが。薄情かもしれんし。まあ大丈夫っしょとは言い切れねえんだよな、あの人。人望ねえな学園長。いいのか学校のトップがそんなんで。まあどうなんだろうな、二人で一人でやってきたからね。それに子分がいなくなったら。いなくなったらオンボロ寮には俺様一人ぼっちになっちまうんだぞ。ああそんなもんやめて、ゴースたちはいるけど。ねえどっかの寮に、どっかの寮に配属されませんかね。悲しくなるわ急にそれが。あのさ、なんでそこで急に締めっぽくなるわけ。うん、そういう時のためのエースだよな本当に。監督生が早く元の世界に帰れたらいいと思ってるけど。うん、そうだな、それは監督生も思ってるし。もう二度と行き来できたらいいよね。こんな風に一緒に勉強することもなくなるんだよな。まあまあな、確かにそれはすごく寂しい。それでもやっぱり帰りたい。白状なやついるぞお前。しかもカッコだから黙ってんだ俺これ。うわー、確かにそれはすごく寂しい。お前まで暗くなるなよ。暗くなるよちょっと、なんかしんみりするっていうか。ミッキーが手がかりになるかどうかだって正直まだ眉唾もんじゃん。まあ、確定ではないよな。だな、悪い。いや悪くないよ。はい、締めっぽいの終わり。うん、やっぱエースこういう時いてくれて助かるよな本当に。大体さ、グリムは監督生がいてもいなくても進級怪しいだろ。そんな成績なの君、嘘だろ。暗くなる暇があるなら手を動かせよ。何よ見てろこんな問題集、グリム様が本気出せば30分で終わるんだぞ。その肉切れペン持って30分で終わらせるのか、すごいな。あ、書いてる書いてる。そんな俺様目がしょぼしょぼしてきたんだぞ。しょぼしょぼしてきたか。お前まだ3ページしか進んでないじゃん。30分どこだ。誰だよ30分で終わるとか言ったやつ。僕は5ページ進んだぞ。どんぐりの背比べじゃ。ともう12時近いのか。
時計は4時指してるぞお前。いいのかこの時計、いつも重いけど。鏡の方は変化なし。まあ初回で遭遇できるとは思ってないけど。じゃあオルトに報告メッセ入れて、そろそろ寝るか。てか勉強しんでしょ、部屋暗くない？勉強すんだったらつけようよ明かり。嘘だろ、電気通ってないのかなこのオンボル寮。寂しいそうね、うん、寝てら。お前らお休みなんだぞ。風呂はい入ったんかなこいつ。大丈夫かな、俺らって風呂入ってんのいつも思うけど。入ってほしいんだけど。消した、え、あいつらネクタイ締めたまま寝たけど死ぬぞ水槽メモリーズでいいのかな。え、てかどうやって寝てんのこれ。グリムと俺とエースデュースでどうやって寝てんの。漫画版でなんかグリム用のベッドとさ、あの自分用のベッドって2つあるのが分かったけど、え、22で寝てんの。え、俺グリムと寝るからさみんなと別れかなんだか寝つけない。まあまあそう考えちゃったらな。ほんでもうめちゃめちゃネクタイ締めたまま寝てたし、苦しくて仕方、パジャマぐらい用意してこいよ。なんだか寝つけない。あら綺麗なホタル、この光は影、庭に見える影は、え、庭に見える影は不法侵入は甚だしいよお前か、お化けかどっちかだよお前学園内なのに。ま、あの人がいるんでしょうね。わー、おー、マリウスいたわ。雪降ってる、まあ、やっぱなんかオンボレロの外観が綺麗になってんのまだ見られないな。まあそうやね、6章の最後だもんね、綺麗になったの。だいぶ明かり光ってんじゃん。なんでオンボレロ電気つけなかったの。めちゃくちゃ電気代大丈夫。雪が降ってるじゃなくて目の前にマリウスいたのに。もう春なのに真冬みたいに寒い。まあ、春だから学年末試験とか言ったけど、ギリ5月、まあ、4月ぐらいだよな、そうなるとな。真冬みたいに寒い。雪が降ってる。すっげえ難しそうな顔すんじゃん。お？その声は人の子か。まあ、ここ俺ん家なんでそうっすよ。いますよ、そりゃ。何してんすか？深夜徘徊ですか？雪？ああ、気づかなかった。寒くない？これでは庭の木に霜が降りて、枯れてしまうな。寒くない？マリウス、その前に目元ガッパー開いててめちゃくちゃ寒そうに見えるけど、別になんか庭の木とかうんぬは別にいいよこの際僕の良くない癖だ。どんな癖だよ、独特だなお前。俺ん家まで来ましたけど。ん？ん？なんだ。幼い頃にも城を氷漬けにして、はい、リリアに怒られたことがある。何してんのお前、だいぶすごいことしてんじゃん。僕がようやく二本足で歩き始めた頃の話だなんか独特な言い回しだなお前。立つことができたとかでいいよ。僕が癇癪を起こしたのは本当にくだらない理由だった。はあ、癇癪を起こした。一緒に晩餐を取る予定だったおばあ様に急用が入った、うん、アマルフィシア様ね。その程度の、まあまあ小さい子供だったら。けれどその日の僕はどうしても我慢ならなくて。はい、どうしたんですか。気づけば机も椅子も、あ、氷好きにしちゃったってこと。給仕すらも全てを凍らせていた。人も凍らしちゃったよお前。給仕は良くないよ、椅子も氷とかそれはいいけどお前、人は凍らしちゃダメよお前城の者たちは誰も、はい、僕に近づくことができなかったまあ凍っちゃうと、ね、僕に怯え逃げ惑う姿にまた苛立ちが募って、はあ、いよいよ城中が凍ろうという時、おばあちゃん呼んでこい早くん、あ、もうかっこへん。おお、この衛兵に呼ばれたリリアが城へやってきた。リリアの昔の姿、髪が長い同じこと言ってもだいた記憶ありますよ。いやー、だから若リリア、若リリアつっていいのか分かんないけど、この衛兵時代のリリアは髪長かったんですな。身長はあんま変わんなそうに見えるけど、どうなんだろうね。うわ、これ早く黒、白黒じゃなくて影絵じゃなくて普通に見たいもん。この立ち絵どうなってんだろう。一回描いてるってことだからね、イラストあると思うんだ。うわー見てーなんか右側ちょっと長いのかな。あいつはまず僕の目をかいくぐって凍っていた家臣たちを解放し、その者たちに大量の器とシロップを用意させた。ほう、リリアはそこら中を凍らせていた氷を砕いてカップにシロップをかけ、氷河か、城の者たちに配って一緒に食べ始めたんだ、うん、今思うと家臣たちはいい迷惑だっただろう。凍えるほど寒い城の中で無理やり氷河を食べさせられてなるほど、そういう話があって氷河が好きなんだな。
大きなテーブルを囲んで、うまい、うまいと評価を食べる者たちを見て、うん、僕はひどく羨ましくなってな。リリアの特技ってコモリだよな、そういえば。あ、その頃には少し頭も冷えて、僕は後悔し始めていた。うん、何してんだろうね、過去の私。ここで何してんだろうね、過去の私。何を確認したかったんだろうね、全然わかんないです何を確認したかったんだろう、マジでわからん。感情に任せてとんでもないことをしてしまったと。まあまあ、だって日本足で立ち始めた頃でしょ。そんなちっちゃい頃でさ、そんな反省できるって偉いよそれを救ってくれたのがリリアだったんだな。だから好きな食べ物評価なのか。リリアにもひどく叱られると思った、うん、あいつは本気で怒るととんでもなく怖い怒られたことあんな、これ。普段のあいつを見ていると想像がつかないだろう。まあうん、丸くなったってことね、年取って。年取ると人丸くなりがちですからね。それで遠くで様子を伺っていた僕に気づいたリリアは魔石器を振り上げると、お、僕を囲んでいた氷を打ち砕いた。そして砕いた氷を山盛り器に寄そうと、たっぷりとシロップをかけた。いい話だよなこれ。マジでこういう思い出があるから。それから怯える僕の手を引き席に招いてこう言ったんだ。うまいから食べてみろとな。怒られると思っていたから拍子抜けした、うん、味気ないシロップをかけただけの氷だ。それでも普段は一人かおばあさまと二人だけで囲む食卓に、たくさんのものが集っているのは悪くない気分だった。そんなちっちゃい頃から一人でご飯食べてたの。心が痛むわ。なんか城の者たちと一緒に評価を食べているうちに、いつの間にか僕の苛立ちは収まって、氷漬けになっていた城も元に戻った。おお、よかった。落ち着きを取り戻した僕に向かって、リリアは言った。お前は大きな力を持っている。みだりにその力を振りかざしてはならない。食堂でめちゃくちゃ振りかざしてた。この席に座っているのは、今日お前が失いかけた者たちだ。おお。妖精族って二本足で、あ、きっと角太郎は寂しかったんだよね。寂しい時に友達が一緒にいてくれてよかったね。そっか、寂しかったんだね。だってまださ、立ち始めた頃でしょ。すごいなんか重いよ。寂しい？え？寂しいんだよ、僕が？はい。気づいてないタイプだ。無自覚のタイプだ。どうだろうな。一人で過ごすことには慣れている。いや、慣れてないんだよ、実際。それこそ、まだ卵の殻を破る前から、僕は一人だったからな。でも君卵出身なんだマジドラゴンじゃん。本当に卵出身だったんか、マリウスは。その場合哺乳類ではない。どうなのそこは。言葉のあやかな確かに生まれてからはずっとリリアが近くにいた。あ、そのリリアがだからいなくなるってことか。だがこれから先はもうあいつに叱られることもなくなる。くだらないことを話しすぎた。忘れてくれ。忘れるには結構。お前こそ濃い話だよ。こんな時間に庭に出てくるとは珍しい。ちょっと眠れなくてね。それにずっと何か言いたげな顔をしているな。話してみるがいい。どんな顔してんの俺、ね、元の世界に帰る方法が見つかるかもしれない。角太郎に協力をお願いしたいことがある。リリアの話した後に俺もいなくなるかもしれないって、お前マレウスにダブルパンチじゃねえかお前。なあ、この顔よ。もう協力しにくいわマレウスも。俺も頼みにくいし。うんぼれるよ。超高ロン巻き舌がすぎるわ。なんでラギは俺こんな巻き舌になるんだ。ロンリーって言っちゃってるし本当に。元の世界に。そうなんすよ。お前の部屋の鏡が別の世界に繋がっている。ありえなくはない話だ。やっぱ鏡って特別なもんなんだな、ツイステッドワンダーランドにおいて。そうか、お前もこの場所を去るのだな。ほら、思いってもマレウスがかわいそうになってくるもん。もうこんな、よく監督生この状況でこの話できたな。マレウスに今の話聞いてたんか、マレウスの過去の話を。お前は本当に
何もかもが瞬きの間だ。よく言うね、授業終わりによく言うセリフだけど。まあな、マリウス妖精族からしたらそうだよな。でもみんなとお別れすることを考えると寂しいよ。元の世界に残してきたもののことをか、いや今のと元の世界のと天秤にかけんな、そんなもんやめろ。かけるもんじゃねえから。寂しい、ね、寂しいよそれは。もしもし家族や友、何もかも失わずに済む方法があったとしたら、 お前はそれを願うか。あ、難しいことを問うね、哲学みたいな。いやそれは確かに思うけどね、いなくなってほしくないなっていうのはさ。でも多分いなくなったらいなくなったで、今度なんか良くない方に行っちゃうんじゃないかなって思うわ。人間死ぬことがあるから生きる意味があるというか、哲学だな。こんな話してどうすんだこの真夜中にな。監督生宗教してんのかなって思われるわ、マリウスに。この追跡の実況たびたび宗教じみてんだよ。多分調校したんだろうな俺も。過去の目めちゃめちゃ調校したんだろうな、これずっと喋ってたんだろうな。全然画面が動かねえもん。願わない人はいないと思う。別れるかが寂しくない人はいないと思う。そうだな、願うことはあるけどね、それはまあ無理なことだからみんな願うわけで。別れが寂しくない人はいないと思う。そりゃそうだよな、別れたら二度と会えないかもしんないし。ならばあいつはなぜ。いや、よそ、少し考えさせてくれ。僕に良い方法が思いつくかもしれない。ああ、もうあんなに月が高いな。部屋に戻って休むといい。ありがとう、マリウスもな。ありがとう、角太郎。おやすみ、角太郎。明日はもっといい天気になるよね、角太郎。おやすみ。なあ、おやすみ。気をつけて帰れよ。見送られてる今。なんだろう、マリウスの考えってのは。あ、そっか、ここで。お前は大きな力を持っている。みだりにその力を振りかざしてはならない。この席に座っているのは今日お前が失いかけた者たちだ。これがずっとマリウスの中に響いてんだろうな。大きな力を持っていても僕は何も得られない。失うばかりだ。誰もが僕を置いて席を立っていく。ほら、マリウス寂しいんじゃねえか。僕を招く者はもう誰もいない。あ、ここで招かれない話につながるのか、マリフィセント。あー、続く。うわー、重いな。はい、ここでチャプターは終了。やっぱ19話だったか。前編1と同じぐらいだね、6章の。ということは次回のストーリー配信まで、マリウスが一体どういう行動に出るのか、リリアはもう次のチャプター2で退学してしまうのか、もういろいろ考えることはあるけれど、まあ、多分6章の、シュラウド兄弟と多分関わりはあると思うんで、どういう感じで絡まっていく、絡んでいくのかは分かんないけど、とりあえずここまで。次回からは音声データを消さないようにちゃんとしたいと思います。くそ、本当に無駄に時間を、動画1本分作れると思ったのにさ。はい、ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。この動画が上がってる頃にはチャプター2来てるのか分かんないけど、まあとりあえずその日までか、もしくは、マスターシェフまで、ということでバイバイ。